万事横断両共同独断禁言ほらまたそういう。共産主義者、コミュニストが全く他人の言うことを聞かないのは、自分と同志たち以外を頭の悪い愚か者と蔑んでいるからです。世界中の左翼が大衆をそう見なして侮っているわけですが、特に日本は大学進学率がまだ低水準だった時代に大学へ入った若者たちが、先民思想と理想主義にはまって過激な運動へ没入していきました。頭の良い自分たちは世の不条理に気づいている。それを是正する知恵と力を持つ我々が前衛に立つから、お前ら愚かな大衆はただ黙ってついてくればよい。ついてくるなら面倒を見てやらないでもないが、無視したり妨害するなら殺してでも理想に突き進む。カルト教団に似た思考は個人崇拝も生み出します。黙って指導者に追従することが幸福につながると訴え、彼らの中の最上位者がその形に沿った統治機構を作り上げていきます。総括の名のもとに行われた連合赤軍の内毛羽大量殺人、成田空港闘争での機動隊員撲殺、警察庁長官宅への配送爆弾テロ、新宿繁華街に置かれたクリスマスツリー偽装時限爆弾による無差別テロ、スターリンによる党内敵対勢力と不服従国民の大粛清、ポルポトによる富裕層知識層の大量虐殺、キム・イルソン、キム・ジョンイル、キム・ジョンウンが世襲するだけの個人独裁恐怖政治などがその結果です。彼らが保守賛同勢力と認定した対象は優に及ばず、自分たちを献身的に支持しようとしない一般市民の生命も極めて軽く扱っていることがはっきりとわかります。社会転覆を目指す動機は古今東西、ひがみ、妬み、そねみの類であり、たとえ共産主義を理想と信じる頭の持ち主であっても、権力者、王侯貴族、大金持ちに生まれついていれば、決して革命を試みはしません。自分はこんなに頭がいいのに恵まれない。バカが自分より上にいるのが許せない。だからその立場になり変わりたい。上り詰めたい。邪魔する奴は皆殺しだ。こんな考え方が発端なのに、横行な理想主義に遭遇して感化され、理論武装できたつもりとなって全方位を敵し、自己評価をさらに釣り上げた挙句の顛末です。古代ギリシャの大哲学者ソクラテスによる無知の知は、自分は何も分かっていないと知っている者は賢者。自分は何でも分かっていると思っている者は愚者。という意味の詩言ですが、まさしく左翼連中に当てはまります。10代で共産主義者にならないバカ、大人になっても共産主義者のバカ、というジョーク風ながらも痛烈な真実とよく似ていますね。なお、東大全教頭なる言葉があたかも聖句のように語り継がれていますが、安田講堂を占拠して抵抗を続けたのは東大生でなく、東大生と同じ理論を信奉できるほど頭が良い、東大生と同学の優れた人間であると思い上がった、今でいうエフランク大学生たちでした。
バカを左巻きと呼ぶのには理由があったのです。ご視聴ありがとうございました。